相手が例えば余裕があるんであれば、じゃあちょっとここに立っておこうっていう事前にするかしないかって結構重要だし、けどあ違うと思ったらもう事実のことを事実の通りにやるしかない。パパだからそこ切り替えですね。どうですか、実際にやってみて。なんか予測っていうか、予測をする材料を見るっていうこと、まずは打ったボールではなくて打ってから相手にすぐ視点を移すっていうのはどうですか。ちょっと慣れるまで時間かかるかもしれないですけど、意識しないと忘れる、うん、そうですね。情報は相手が持ってるんで、やっぱり例えばいいボール打っても、まあ、一見相手は苦しそうに見えるけど実は踏ん張りが効いててっていう時もあるし、まあ逆もありますよね。なんかいいショット打てそうなのにちょっとイレギュラーしてこうなったとか、意外と読みが外れてこねなってるとかっていうのを、まあ一応相手を見ておいて何回も見ていけばそれが蓄積されて、あこうなった時こうなるんだなとか、こういう時は結構振り抜くいいボール来るんだなっていうのが分かってくるんで、まあ、あと試合だとやっぱその人とずっとやるわけなんで、その人のことずっと見てればなんとなく、あバックの方がなんか苦手そうに見えて実はボール来てるから、じゃあフォアに振ってみようっていう、そういうのもできると思うので、まあ、とにかく相手を見ること、打った後に相手を見て、あじゃあ自分はどうしようっていうことですね。で、まあ、前後には結構動けてましたね、皆さん全体的に。その最初にいる位置がどうのこうのっていうのは合ってるかどうか正直分かんないけど、とにかく相手が例えば余裕があるんであれば、じゃあちょっとここに立っておこうっていう事前にするかしないかって結構重要だし、意識するかしないかも結構重要で、結局何が言いたいかっていうと、ボール打った後にいつも同じ場所っていうのは一番何も考えてないのと一緒になるんで、だから例えばなんとなく当たんなくていいんで、なんとなくでいいんで、ボール打って相手見て、あこれ後ろじゃないかなみたいな、ちょっとそういうのやっておくと外れるかもしれないですけど、最初はだけどそういうのを考えることになるから、じゃあ前に来たってなったらすぐ反応しやすくなったりもするし、後ろだったらこれ後ろの回数が多い場面なんだなっていうことで事前に後ろに下がっておいてもいいし、ただなんとなくやっててなんとなく同じ場所っていうと本当になんとなくしか予想が当たんなくなっちゃうので、まあ、なるべく相手をよく見るっていう癖をつけるっていう意味でも、とにかく打ったボールじゃなくて打ったら相手を見るっていうのをとにかく、まあ、これは訓練としてやってみるといいかなと思います。慣れてくると本当に分かってくると思いますし、多分最初は本当に分かんねえ分かんねえなんだこれって感じだと思うんで、ただこれをやろうとするっていうのがまず大事だと思いますし、基本的に自分の打ったボールはもうあとはもうどうでもよくて、うん、とにかく自分のショットが入る入らないっていうところに反省を持ってくるんじゃなくて、やっぱり相手の情報を分かったかどうか、相手と戦ってますから相手のリアクションを見て試合を進められるようにっていう段階でしたね。まあなんとなくで構いません。これはなんかすごく動画映えしないネタなので本当に分かんないんで、でこれやると分かるんですよね。前に行くの躊躇しちゃう、あでも躊躇はしない方がいいです。躊躇しないで思い切って間違えればいいと思います。最初は単には平気なんですけどそうね、例えばでも僕がその姿を見た時に、あこの人は結構下がる人だってなったら、ちょっと頑張ってアングルを使って斜め前に走らそうとか、そういうことをするかもしれないですね。走るってことは相手が打てる範囲が広がってるように見えるので、うん、だからちょっとまあその下がり癖がある場合は、まあ、うん、なんだろうな、まあ、たまにちょっと普通のポジションにいてみるとかいうことも大事だし、まあ、結構プロの試合見てると、まあ、フレンチオープンなんか本当そうですけど、やっぱ前後がすごい頻繁に変えられてるんですね。上手い選手、まあ、上手いからあそこに出てるんですけど、みんな上手いんで、やっぱこうボール打った後にやっぱ戻り方が絶対斜めなんですよね。真横には動いてないんですよ。打った後に例えばここがじゃあ例えばベースラインだったら、
例えばベースライン上でこうやって平行に移動してるんじゃなくて、こう打たされた後に厳しいんだったらこう戻ってるし、打った後に真横に戻るってことはそんなになくて、これでバーンって相手を追い詰めたんだったらこっちに行くし、でもう一回打ったけど、あ、これはまずいと思ったらこっちに戻るし、ここでいいボール打てたらやっぱりちょっとこっちに行くしっていう感じで、ちょっと前後差をまあ頻繁に変えていくっていうのは結構大事です。予測が外れる時もあります。だけどそれをなんとなくやろうとする方が、あの予測が当たった時に、まあ、いち早く攻めに行けたりもするんで、まあ、前はでもちょっと勘みたいなもありますよね。相手がちょっと崩れてる気がするから、ちょっと前、これもでも半分ぐらいでいいと思います。半歩、一歩じゃなくていい、半歩前に出ると全然違うんで、なんとなくここにいて、あ、よし前だっていうのと、ここら辺に立ってて、あ、いけるっていうのと、やっぱスタートが全然違うので、まあちょっとその癖をつけるっていう面では、ちょっとでも崩れてるんじゃないかなって思った時点でちょっと行ってみるっていうことが大事かもしれないです。あとは風で考えてもいいですね。風上に立ってたらボールが短くなりやすいんで、その分ちょっと前に立っておくっていうのも大事です。あっちだったら後ろに立っておく、風下なのでっていう、まあ、情報による事前のポジショニングも大事だと思いますね。だから意外と自分が打ったボール以外のところに情報がたくさんあるんで、まあ、その情報を読み解くようにするっていう感じでしょうかね。本当に動画映えしないんですけどこんな感じです。でもこれは普段からちょっとやってみてください。普通のラリーも本当にこれをちょっと意識するだけで全然変わると思いますし、前後にちょっと動くっていうのが、まあ、当たり前になれば予測もちょっと当たりやすくなるんで。ダブルスのラリーの時もそうですね、同じでいいとは思うんですけど、まあ、シングルスほど時間がないので、まあ、例えば前衛後衛どっちが触るのかとか、その辺を見ておかなきゃいけないですけど、もう打った瞬間にもう相手見てなきゃいけないし、むしろ感覚としてはボール見ないで相手見てる感じです。ずっとボールなんとなく見て相手を見てやってる感じですね。時間がないし、すぐ帰ってきちゃうし、ピント合わせてる時間もないし、なんかなんとなく視野の中にぼやっと入ってる感じでやってる感じですかね。ボールを一生懸命見ちゃうと相手が見れないし、相手見ちゃうと当然ボール見えないんで、なんとなく両方ともなんとなく見るっていうのがダブルスでは特に重要かなと。時間がないですからね。シングルスはボールを一生懸命見た後にでも相手は見えるわけなんで、まあ意識としては一緒。はい、バランスの見方ですか。そうですね、ダブルスの場合はどっちが打つか分かんないですから、だからどっちも見ておいて、どっちにも準備をしておいてからの、まあ、そういう対応になる、シングルスは、まあ、逆に相手が一人だし、相手が後ろにいたら後ろから打つし、前にスッて出てきてたら、あ、これはボレーだってなるし分かるんですけど、ダブルスはどっちか分からないし、どっちが打つか分かんないし、だからまあそうですね、とにかく視点の切り替えっていうのはダブルスはあんまりないかもしれないですけど、意識としては時間が短い分なんとなくぼやっとずっと見ておくっていうことは大事、シングルス以上に大事。でもまた2とか1のポジションに戻す方法っていうか、まあ風下で3に立つっていうことが多分当たり前になってくるのと、まあ、あとはこれも考え方ですけど、例えば
風下にいるときは、例えばここが1、ここが2、ここが3ではなくて、ここが1、ここが2、ここが3ってなってもいいわけですよ。だからそれは考え方次第で、風下にいるときはここがニュートラルポジションになるから3と思いきや、別にここが1で、ここが2で、ここが3ってなってもいいと思います。だから条件によって、その2の場所、2っていうのは基準点なので、いつもここにいるんだったらここで、さらにディフェンスなのかで、ちょっと攻撃、ベースラインよりも後ろだけどここから攻撃しても別にいいし、まあ、さらにここでもいいしっていう感じ。 2っていうのはニュートラルの基準点なので、そこがずれるのは全然、逆に言うとそこずらせば、なんか風上だったら別に2がここになってもいいわけですっていう、って感じで考えていいんじゃないかなって。そこは結構流動的になると思います。そうね、常にやっぱ風下でやるときって大体結構いつもより後ろに立たされること多いじゃないですか。多分普段はここで、ここよりもディフェンスかオフェンスかって考えるぐらいで、うん、多分いいんじゃないかなって。前に行くのは結構難しい。どっちかっていうと相手が前に出てくるのが多分多いんで、とにかくここでとにかく無理しないでやっておいたり、まあどうせ戻されるから強く打っちゃっていいんじゃないかな。はい。あ、いや、いいと思いますよ。ディフェンスが、例えばディフェンスで例えば強く打つっていうのは、逆に相手にもディフェンスをさせたいからそうするわけで、まあ、攻撃が最大の防御というかもしれないですけど、ここからもし余裕があるんだったら普通に強めに打ってもいいとは思いますけど、打った後にやっぱり、その打ったボールが相手にとってカウンター打ちやすいとかだったら、まだずっと3人いなきゃいけないし、打ってってこれカウンターが効いてて相手がこんなになってるってなったら、バーン、あ、いけるって2とか1に戻るというか、いう感じでいいと思いますし、3だからといって絶対守んなきゃいけないってわけではないかなって。1で、あ、間違えたってなって、こうディフェンスみたいになっちゃったらすぐ2か3に戻らなきゃいけない。そう、基本的には自分が打ったボールに対しての予測なんで、ボールをまあとりあえず打ちました、あ、これいけるって思ったけどなんか来ちゃった、それはもうパパンって1回ディフェンス、だから1だと思ったのが1っていうか、まあオフェンスだと思ったのがディフェンスに一気に変わるってことはよくあるので、これはあくまで立ち位置のこの変えていくっていうのは、合ってる合ってないっていうことではなくて、とりあえず自分が事前にこれは攻めていくぞって気持ちの準備でもあるんですけど、バーンっていってここに行ったけどでも違うってなったら一回守る、結構よくありがちだと思うんですよね。まあ、攻める場所にいるから攻めなきゃっつってバーンって行くけど、だからその、予測と事実って変わるんで、そしたら予測で立ってたけど、あ、違うと思ったらもう事実のことを事実の通りにやるしかない、パパン。だからそこ切り替えですね。予測して外れた時に変えれるかどうか、変えればいいんで。逆もありますよね、あっってありますよね。で、切り替え、そうですね、 OK、 じゃあ次にそれやりましょう。ちょっとお水飲んでください。次の練習メニューはそれに決まりました。